8時になりました。週明け3月11日月曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは概況、引け後に発表された有望 IR、 その他の IR、 本日の増配株、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、明日反発期待の本日の急落銘柄、新規上場スケジュール、株式分割スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、明日のデイトレ候補、需給が軽く上がりやすい銘柄、トピック、半導体銘柄、生成 AI 銘柄、ランキング、半導体銘柄、生成 AI 銘柄、ピックアップ、安くなった逆張り候補、上昇中の順張り候補、今日の気になるチャート、最後にリバ取り候補、空売り候補、本日のバッド IR の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウ、ナスダック、日経ともに上げとなりました。ダウは130ドルの上げ、プラス 0.34%。ナスダックは241ポイントの上げ、プラス 1.51%。日経は90円の上げ、プラス 0.23%。1ドルは147円84銭。さらに円高に触れ、147円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが1216銘柄、値下がりが410銘柄、変わらずが28銘柄、7割近い銘柄が上がった状況です。アメリカの方は、パウエル議長が上院での議会証言で、利下げ開始の条件となる物価の安定に確信が持てるまで相当遠くないと述べ、6日の下院での議会証言と同様に景気の先行きにも楽観を示しました。市場は FRB が年後に利下げを始めると見ています。日本の方はアメリカ市場の流れと日銀のマイナス金利解除の憶測で方向感のない展開となりました。アメリカ国債10年ものの利回りは低下し 4.0% 台で推移しております。日本の方は引き続き 0.73% 台で推移している状況です。ドル円はさらに円高に触れ147円台で推移しています。昨夜の NVIDIA は39ドルの上げ、プラス 4.47%、6連騰です。1000ドルを超えそうな勢いで突っ走っています。業種別株価指数の方は、上げ下げまちまちな状況となりました。建設が 2.46% の上げで、値上がり率トップになっています。陸運が 1.50% の下げで値下がり率トップになっています。保険が好調で11連騰の状態です。売買高ランキングの方も上げ下げまちまちな状況となりました。三井 E&S が再びレーザーテックから1位を奪取しました。本日第2位ですが、レーザーテックの売買代金、これで108日連続で2000億円台を確保しています。レーザーテックの1位陥落はこれで4回目です。他の2回はソフトバンクグループに取られています。半導体は本日上げ下げまちまちな状況となりました。銀行は引き続き日銀によるマイナス金利解除の観測や日本の金利高を受けて本日はこのように上げております。経済スケジュールの方は、今夜は非農業部門雇用者数と失業率が注目ポイントです。来週火曜日は CPI が待ち受けています。新NISAランキングについては3月11日に次回更新いたします。詳細はこれらの動画をご参照ください。次に引け後に発表された有望 IR です。まず、サンネクスタグループ。サンネクスタは社宅契約の事務代行を行う会社です。
今期最終を1点、4倍増益に上方修正。24年6月期の連結最終利益を従来予想の 4.8 億円から 19.3 億円に 4.0 倍上方修正し、一転して 4.0 倍増益見通しとなった。ただ、通期の連結経常利益は従来予想の7億円から 6.7 億円に 4.3% 下方修正し、増益率が 22.6% 減から 25.9% 減に拡大する見通しとなった。このような内容です。今回の要因としては、第一生命によるベネフィットワン TOB で保有株100万株を売却する予定を織り込んだとのことになっています。本日の株価は958円。出来高は1万3000株です。この1万3000株の7倍くらいですが、9万4000株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは、去年の1月20日に896円ですので、ここら辺の位置です。一方、6月28日に1035円ですので、ここら辺の位置です。直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。時価総額も103億円で低い状態ですが、株価は、失礼しました。時価総額は103億円で低いところですが、株価はやや割安で、配当も 3.97% で良い状態です。稼ぐ力も高い数値になっています。信用買いが多いという点はご注意ください。次に若元製薬です。若元製薬は違憲薬の強力若元で知られる製薬会社です。今期最終を1点、黒字に上方修正という発表がなされました。24年3月期の最終損益を従来予想の2000万円の赤字から1億4000万円の黒字に上方修正し、一転して黒字に浮上し 1.4% 増益見通しとなった。同時に期末一括配当は引き続き未定とした。こういった内容です。今回の要因としては、投資有価証券の売却により特別利益1億9100万円を計上するとのことです。本日の株価は202円。出来高は5万7000株です。この5万7000株の12倍くらいですが、79万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは12月15日に189円ですので、ここら辺の位置です。そして12月27日に最高値261円ですので、ここが年初来最高値です。直近はこのように25日線に頭を押さえられた下げトレンドでの今回の IR です。信用買いが多く、空売りが狙いやすそうな点はご注意ください。次に大日本印刷です。大日本印刷はご存知の通り、総合印刷の大手です。2000万株、8.31% の自社株買い、1500万株、5.13% の自己株償却が発表されました。上限を2000万株、発行済み株式数の 8.31%、または500億円をとする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は3月11日から9月30日までで、資本効率の向上と株主への利益還元及び将来の機動的な資本政策を可能とすることが目的としています。また自社株1500万株 5.13% を3月19日付で償却すると発表した。消却後の発行済み株式数は2億7724万346株となる。こういった発表です。本日の株価は4301円。出来高は77万株です。
この77万株の10分の1以下ですが、6万2000株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月17日に2497円ですので、かなり低い位置です。ここら辺の位置です。一方、2月16日に4727円が最高値ですので、ここが最高値です。直近はこのようにレッドクロスを経た上げトレンドでのレッドクロスを経た下げトレンドでの今回の IR です。PBR は1倍割れで PER を加味しても割安な状態ですが、配当は 1.49% であまり良くない状態です。信用が特に多くはないです。失礼しました。次に、その他の IR です。本日、IR44 件出ております。上3件が今お話した内容です。この他に、北斗が 85% の情報修正、未定だった配当は10円増額。そして、ベステラは 28% の増益。日本ハウスは赤字縮小。日本駐車場開発は 8% の減益。オートウェーブは今期配当を1円増額。ランドネットは 2% の減益。鳥貴族は 63% の情報修正。2期ぶり最高益。配当も2円増額。そして RAG は 34% の減益です。そして菊池製作所は赤字に下方修正。配当は無配継続。そして A チームは黒字浮上、今期配当を4円増額。ソフトウェアサービスは 92% の増益。フリービットは 55% の増益。アステリアは 14% 減収に下方修正。未定だった配当は2円増配。海は赤字転落。ミライアルは 37% 減益。エッジテクノロジーは 60% の下方修正。ユークスは黒字浮上、2円の増配。ヒーローズは赤字に下方修正。そして扉システムズは 11% の増益。組合価格は 12% の減益。オハラは 18% の下方修正。ビッジアイは 66% の上方修正。日本スキー場開発は 11% の上方修正、最高益予想を上乗せ。そして、糸黒は赤字転落、木村光輝は 10% の上方修正、最高益予想を上乗せ。配当も25円増額、インスペックは赤字拡大、玉川ホールディングスは赤字に下方修正。富田電機は赤字縮小に上方修正。ハイレックスは黒字浮上。サンデーは赤字に下方修正。B&P は 2.8 倍の増益。ファースト重建は 52% の減益。アジア高速は今期配当を7円増額。メディア総研は 16% の増益。BSN メディアホールディングスは25% の情報修正。以上が発表されて、まだありますね。金本が 2% の減益。CEC が 2% の減益。前期配当を5円増額。今期も55円継続。賛成者が 23% の情報修正。ワットマンが今期配当を5円増額。TDC ソフトが1対2の株式分割。そして、ゆとりが1対3の株式分割。以上が発表されております。次に、今日の増配株です。本日、10件発表されております。まず、北斗が前年40円から今回50円。利回りは 2.77%。そして、オートウェーブが前年2円から今回3円。
利回りは 1.91%。取引属が前年10円から今回12円。利回りは 0.27%。A チームが前年16円から今回20円。利回りは 3.47%。アステリアは前年 4.5 円から今回 6.5 円。利回りは 0.93%。ユークスが前年10円から今回12円。利回りが 2.25%。木村光希は前年40円から今回90円。利回りは 2.08%。アジア高速が前年31円から今回44円。利回りは 4.33%。CEC が前年55円から今回も55円。利回りは 2.93%。ワットマンが前年15円から今回20円。利回りは 2.79% となっています。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は、坪田ラボでした。ロート製薬との契約を発表したことにより、前日比 26.1% の株価上昇。本日、よりからストップ高でしたので、より引け出の差はありません。第2位は SBI リーシング。情報修正と増配を発表したことにより、前日比 23.3% の株価上昇。本日、よりからストップ高でしたので、より引け出の差はありません。第3位はメンバーズ。生成 AI を活用した新システムの提供開始を発表して、前日比 17.1% の株価上昇。本日、よりからストップ高でしたので、より引け出の差はありません。4位以下ご覧の結果となっております。12位まで、そして16位まで。次に本日のストップ高とストップ安です。本日、ストップ高14件出ております。メンバーズ、地域新聞社は3日連続、ジェネレーションパス、テクミラ、アワセイシ、エスメディオ、ライトワークス、ソースネクスト、九段は4日連続です。坪田ラボ、ホパー、SBI リーシング、内海造船、佐野安は2日連続。このうち、九段は NVIDIA の AI プラットフォーム向け製品の販売によるものです。メンバースは生成 AI を活用した LCA 算定 AI システムを提供開始したことによるものです。ジェネレーションパスは海外子会社がラオスに新会社を設立しました。ソースネクストとテクルミラホールディングスはポケトークが上場準備を開始したことによるものです。これについては後ほどお話しいたします。ライトワークスは情報修正と増配です。坪田ラボはロート製薬との契約を発表したことによるものです。ホパーはティエラコムの学習塾経営支援システムを承継すると発表したことによるものです。SBI リーシングサービスは情報修正と増配です。内海造船は情報修正です。佐野安ホールディングスは株式新聞が有望株として掲載したことによるものです。次にストップ安です。本日ストップ安多くて6件出ております。積石ホールディングス、麻生フォームクリート、サイオス、日本ラット、ブランディングテクノロジー、松本、6件とも急騰からの急落です。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位は佐野安でした。前日比 40% の株価上昇。第2位はソースネクスト。前日比 33.1% の株価上昇。第3位はジェネレーションパス。前日比 33.1% の株価上昇。値下がりの方は第1位が日本ラット。前日比マイナス 24.7% の株価下落。
第2位はブロードバンドタワー、前日比マイナス 22.8% の株価下落。第3位はサクシード、前日比マイナス 22.7% の株価下落でした。次に明日反発期待の本日の急落銘柄です。まず日本ラットが前日比マイナス 24.68% の急落、サクラインターネットが前日比マイナス 20.93% の急落、フォーサイトがマイナス 14.81% の急落、ヘッドウォータースがマイナス 9.58% の急落、ラボロ AI がマイナス 9.48% の急落、ブレインソリューションがマイナス 9.30% の急落、京成電鉄がマイナス 8.78% の急落、 QPS 研究所がマイナス 7.74% の急落でした。もちろん続落する可能性もあります。このうちまず日本ラットは AI 関連銘柄の急騰からの急落です。3ヶ月チャートこのようになっていて、1、2、3、4日急騰での急落になっています。本日はマイナス 24.68% の急落。そして桜インターネット、こちらも AI 関連の急騰からの急落です。このように25日線に沿った上げトレンドになっておりましたが、本日はマイナス 20.93% の急落となっています。そしてフォーサイド、こちらも急騰からの急落、本日はマイナス 14.81% の急落となっています。そしてヘッドウォータース、こちらも AI 関連銘柄の急騰からの急落です。本日はマイナス 9.58% の急落。そしてラボロ AI、こちらも同じく AI 関連銘柄の急騰からの急落です。おそらく一番急騰していた銘柄だと思います。マイナス 9.48% の急落となっています。そしてブレインソリューション、こちらは直近の IPO 銘柄です。本日はこのように大きな陰線となってマイナス 9.30% の急落となっています。そして京成電鉄、こちらは 22% を、所有するオリエンタルランド株の売却が実際は 1% の程度の売却との発表に失望売りがされたものです。本日このように大陰線となりマイナス 8.78% の急落となっています。そして QPS 研究所、こちらも急騰からの急落です。3ヶ月チャートの上ではこのように25日線をサポートラインとした上げトレンドになっています。本日はマイナス 7.74% の急落。次に新規上場スケジュールです。かなり増えておりますが追加ができておりません。トライアルホールディングスは3月21日上場です。抽選申し込みの受付は終了しています。そして STG、こちらは抽選申し込み受付中です。そして人事部、こちらも受付中です。維新も受付中。トラコムも本日から受付開始しました。次に株式分割スケジュールです。こちらは3月6日のデータになっております。本日まだ更新できておりませんので、お見せするだけにとどめます。1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目、本日発表された TDC ソフトとゆとりの株式分割は次回追加いたします。次に決算スケジュールです。週明け月曜日は15件が予定されています。今週来週の主な決算、このようになっております。すべて引き後の発表で、フィット、学上、アスカネット、ファーマフーズ、ゲートテクノロジーズ、SYS ホールディングス、セルソース、
浜湯、萩原工業、東方、天笠、ミロク、シルバーライフ、大森工業、ジェンダ、以上が予定されています。2週間分の決算スケジュールと全データはこの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。3月の高配当ランキング、年間配当金での利回りランキング、このようになっています。単月配当金での利回りランキング、このようになっております。こちらは、更新する予定です。3月の権利付き最終日は3月27日水曜日です。通年での高配当ランキング、このようになっております。プライム市場で売買代金100億円以上の銘柄では、このようなランキングとなっております。VL 指数を含め、詳細はこれらの動画をご参照ください。次に、明日のデイトレ候補10選です。週明け、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、ジェネレーションパス、テクミラホールディングス、阿波製紙、第一工業製薬、大光薬品、サイボーズ、SBI リーシングサービス、NPC、テラプローブ、大阪ガス、このあたりが週明けのデイトレに向いてくるのではないかと思われます。次に、需給が軽く火がつけば上がりやすい環境の銘柄。こちら、次回3月12日に更新いたします。次に、トピックスです。本日は、鳥山明氏の訃報、そして影響銘柄、サイボーズの井村氏との関係、そしてソースネクストの子会社が上場いたします。そしてヨーロッパの中銀が金利を維持するという発表をしましたのでお話しいたします。そして売れるネット広告者、こちらは良い会社だという記事が出ておりましたのでお話しいたします。まず鳥山明氏の訃報でトリコが急騰、トリコが一時ストップ高、鳥山明氏の訃報で漫画購入層の思惑。こちらは本日の14時17分の記事です。トリコが一時ストップ高の水準となる全営業日比300円高の1323円に買われた。この日、ドクタースランプやドラゴンボールの作者である国民的漫画家の鳥山明氏が死去したことが明らかとなった。国内メディアが大きく取り上げており、鳥山明氏の死去を悼む声が相次いでいる。一方、株式市場では爆発的なヒットとなった鳥山氏の作品に対する社会的な関心が改めて高まり、作品の購入需要が増加するとの思惑から EC サイト、漫画全巻 .com を運営するトリコが買われたようだ。電子書籍取り次ぎのメディアドゥも上昇している。こういった内容でした。トリコですが、こちらは3ヶ月チャートです。このようにあまり動きがなかった銘柄ですが、本日急騰し、プラス 22.19% の上げとなっています。そしてサイボーズ。こちらは井村氏が買い進んでいるという発表がありました。本日13時49分です。サイボーズが8日ぶり急反発。著名投資家の井村氏の保有株式数増加で関心が向かう。サイボーズが8日ぶりに急反発した。8日朝に2024年定時株主総会の招集通知と株主総会資料を開示した。このうち事業報告の中で23年12月31日、現在の大株主の項目に著名投資家の井村俊也氏の名前があり、井村氏の持ち株数が22年12月末の99万2000株、2.16% から125万7000株 2.63% に増加したことが明らかになった。これが投資家の関心を集める方向に作用し、株価を刺激したようだ。井村氏は
23年末時点で第7位の大株主となっている。22年末は第8位だった。こういった内容でした。サイボーズのチャートですが、3ヶ月チャートこのようになっており、デッドクロスを経た下げトレンドとなっておりましたが、本日大きく反発し、プラス 11.48% の上げで引けています。そしてソースネクストの子会社の件です。ポケトーク、25年中に株式上場へ、ソースネクストとは連携維持。携帯翻訳端末のポケトークは8日、2025年中の株式上場を目指すと発表した。親会社のソースネクストと連結を維持する形での上場となり、予定時期や市場などは今後適切なタイミングで公表する。ロイターは7日、ポケトークが25年中に東京証券取引所への上場を目指していることが分かったと報じた。上場時の時価総額は1000億円規模と見られ、ソースネクストが保有する 84% のポケトーク株の一部を放出する模様。ポケトークはソースネクストが2022年に分社化して設立した。主幹事予定証券会社はみずほ証券。このような発表です。こちらが3ヶ月チャートです。このようにずっと25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの発表でしたが、本日このように 33.11% の上げとなっています。そしてヨーロッパの中銀が金利を維持すると発表した件。こちらは昨夜22時19分に出た記事です。毎日新聞の記事です。ヨーロッパ中銀が政策金利据え置き、4会合連続、インフレ再加速を懸念。ヨーロッパ中央銀行は7日、定例理事会を開き、主要政策金利を現行の 4.5% で維持することを決めた。金利据え置きは4会合連続。ユーロ圏20カ国のインフレ率は中期目標である 2% に近づきつつあるが、インフレが再加速する懸念もあり、利下げは時期尚早と判断した。EU 統計局によると、ユーロ圏の2月の消費者物価指数上昇率は前年同月比 2.6% で、1月の 2.8% を下回った。ピークだった2022年10月の 10.6% から低下傾向が続いている。こういった内容です。そして最後ですが、売れるネット広告社は良い会社の模様です。こちらは本日の昼頃に出た記事です。売れるネット広告社2024年版日本における働きがいのある会社、女性ランキングの小規模部門で4位、売れるネット広告社は7日、6日にグレートプレイスワークインスティテュートジャパン2024年版に日本における働きがいのある会社、女性ランキングの小規模部門において4位にランクインしたことを発表。GPTW は働きがいに関する調査、分析を行い、一定の水準に達していると認められた会社や組織を各国の有力なメディアで発表する活動を世界約150カ国で実施している専門機関である。日本では働きがいのある会社研究所が GPTW よりライセンスを受け、GPTW Japan を運営している。こういった内容です。売れるネット広告社、ずっとこのように急騰していましたが、その後このように下げトレンドからほぼ横となっていました。本日はプラス 0.38% の上げで引けております。次に半導体、生成 AI ランキングです。
現在私が半導体銘柄と生成 AI 銘柄で追っている全423銘柄の今日の値上がり率トップ20、そして値下がり率トップ20です。まず値上がりの方、このように第1位は九段、値上がり率 23.01%、第2位が S メディオ、前日比 17.50%、第3位がメンバーズ、前日比 17.10%、そして第4位がテクミラ、そして第5位モンスターラボ、テラプローブ、メドピア、ザイン、RPA ホールディングス、アイリック、そして第11位が代行電子通信、ポート、ヒーローズ、トレックス、ジェックシード、テンダ、共同 PR、YE デジタル、モビルス、フィーチャー。20位のフィーチャーで前日比プラス 3.66% の状態です。ご覧になってわかる通り、だいぶ銘柄の入れ替わりが進んできたように思います。まず第1位の九段。本日もストップ高でした。ほぼ点ですので、見えにくい状態ですが、本日はこの位置です。前日比プラス 23.01% の上昇。そして第2位が S メディオ。本日ストップ高となっております。前日比マイナス 17.50% の株価上昇。そして第3位がメンバーズ。このように下げトレンドでしたが、本日見えにくいですが、よりからストップ高でしたので、ほぼ点になっています。前日比プラス 17.10% の株価上昇。そして今度は値下がり率ランキングです。第1位が日本ラット。前日比マイナス 24.68% の株価下落。第2位がブロードバンドタワー。前日比マイナス 22.82% の下落。第3位が桜インターネット。前日比マイナス 20.9% の下落。第4位がクロスキャット。第5位がソケッツ、クシム、ユビキタス AI、アジャイルメディア、サイオス、フォーサイト。そして第11位がテックファーム、ファーストアカウンティング、アビレン、シルバーエッグ、開花デジタル、トリプルアイズ、プラスゼロ、セカンドサイトアナリティカ、エッドウォータース、ラボロ AI。第20位のラボロ AI でもマイナス 9.48%、大幅な下げの状態です。先行したスター銘柄の下落が目立ちます。まず第1位の日本ラット。こちらはこのように急騰からの急落でマイナス 24.68%。そして第2位のブロードバンドタワー。こちらもやはり急騰からの急落です。マイナス 22.82%。そして第3位の桜インターネット。ずっと上げておりましたが、本日はマイナス 20.93% の大幅な下げとなりました。次に明日期待の半導体生成 AI 銘柄、時間切れで間に合いませんでした。申し訳ありません。次に半導体生成 AI 銘柄ピックアップ。本日第5回目ですが、レーザーテックについてお話しいたします。売買代金で常に第1位の絶対王者の銘柄です。ただ、半導体市況とは無関係に動く銘柄ですので、非常に扱いにくいところがあります。こちらがレーザーテックの9月からのチャートです。このように10月から上昇を開始し、25日線をサポートラインとした綺麗な上げトレンドとなっています。10月3日の23,100円から2倍近くに上昇している状態です。レーザーテックは半導体検査装置のメーカーです。マスクブランク検査装置や
EUV 光源では世界シェアを独占しています。主要な取引先は TSMC、インテル、そしてサムソンとなっています。売上高と経常営業利益の推移は、売上、そして利益、ともに順調に伸びており、過去最高益を見込んでいます。売上のセグメント構成は、台湾が 31.9%、アメリカが 27.8%、韓国が 14.2%、台湾、アメリカ、韓国が売上の主力となっています。各国の売上推移はこのようになっており、特に、TSMC 向けだと思われますが、台湾向けがこのように急速に伸びている状態です。さらにこの黒のアメリカ向けも伸びています。配当は順調に増配を続けており、9年連続での増配中の状態です。現在の利回りは 0.5% 前後となっています。こちらが1月31日に発表された決算です。今期計上を 5% 上方修正、最高益予想を上乗せ、配当も8円増額、24年6月期、第2クォーターの連結計上利益は前年同期比 72.9% 増の313億円に拡大した。合わせて通期の同利益を従来予想の640億円から670億円に 4.7% 上方修正し、増益率が 0.5% 増から 5.2% 増に拡大し、従来の8期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の183円から191円に増額修正した。10月から12月期、第2クォーターの連結計上利益は前年同期比 2.3 倍の203億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の 32.7% から 45.0% に大幅上昇した。こういった内容でした。計上利益の進捗状況は、第1クォーター、第2クォーター、第1クォーターは 16.3%、第2クォーターは 46.7%、第1クォーターでかなり遅れましたが、第2クォーターでほぼ取り返している状態です。通期計画と、そしてコンセンサス、これを達成できるかについては、数値的に見てかなり微妙な状況です。決算発表の翌日、上方修正と増配の発表でしたが、株価はこのようにマイナス 5.0% の下落となってしまいました。この下落について出た記事がこちらです。2月1日の10時33分、レーザーテック大幅反落、10月から12月期受注高は期待値を下振れ、前日に第2四半期決算を発表、10月から12月期営業利益は210億円で前年同期比 2.2 倍、前四半期でも 2.1 倍となり、市場コンセンサスを60億円程度上回る着地になっている。一方、受注高は318億円で前四半期比では 22.1% の大幅減少。ASML の受注拡大などから期待感が高まっていた中、想定外の伸び悩みにネガティブなインパクト。通期営業利益予想は640億円から670億円に上方修正も700億円超の市場予想にはなお未達。このように受注高の減少が株価下落の原因でした。直近3ヶ月の信用取引状況は空売りと信用買いが拮抗
行している状況がずっと続いており、貸借倍率が1を割ることも多い状態です。需給については1日に700万株ほど出来高がある銘柄ですので、この200万株程度の信用買いであれば、まだ問題はないかと思われます。本日の株価は 38,770 円。出来高は640万株です。こちらは2022年、2023年、2024年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。このように増収、増益で増配の見通しとなっています。株価は非常に割高で、配当も 0.49% で低い状態ですが、稼ぐ力は非常に高い数値になっています。需給は可もなく不可もない状態となっています。テクニカルは一目均衡は雲にタッチしたところです。パラボリックは下げで点灯、MACD は下げトレンド、RSI は40近辺で推移しています。ボリンジャーバンドは特に明確なシグナルは見られません。このようにサンバガラスも形成し、売り圧力を感じるチャートです。次に逆張り順張り、今日の気になるチャート。本日上げてる株として富士通、そして下げて安くなっている株、反転狙いの逆張り向けとして伊藤園についてお話しいたします。まず上げてる株、トレンドに乗る順張り向け、富士通。こちらが10月からの富士通のチャートです。1月の中旬からこのように上昇を開始し、3月末に十分割を控えておりますので、連日で年初来高値を更新しています。1月18日の 19,150 円から3割近く上昇している状態です。富士通はご存知の通り、サーバー、IT システムで国内トップの企業です。スーパーコンピューター、富岳を開発したことでも世界的に知られている会社です。直近ではイギリスの郵便局システムで発生したバグによる冤罪事件が懸案事項として浮かび上がってきています。売上高と営業利益の推移は、売上はこのように減少傾向なものの、利益は上がってきていたのですが、2024年は減益の見通しとなっています。売上高のセグメント構成は、テクノロジーソリューションが 83.8%、電子デバイスソリューションが 10.1%、デバイス系の売上は 10% ほどに減少し、大部分がコンピューターシステムでの売上になっています。売上はどの事業もほぼ横の状態です。国別での売上セグメントは、日本が 61.7%、ヨーロッパが 17.9%、アメリカが 8.0%、海外での売上が4割程度を占めており、特にヨーロッパ向けが多い状態です。そのヨーロッパ、イギリスで再燃した懸案事項、こちらは何度かお話ししておりますが、2月11日の記事です。富士通のイギリス政府との契約額6400億円上回る、冤罪との関係認定後も、富士通はイギリスの郵便局に関係する一大冤罪スキャンダルの下中にあるが、イングランド銀行などイギリス政府機関との2019年以降の契約額は34億ポンド、約6400億円を上回っていた。何百人ものサブポスタ、ポストマスターらが横領や詐欺で不当に訴追された
冤罪事件についてイギリス裁判所は19年に富士通との関係を認定した。しかし、下院財務特別委員会のデータによると、34億ポンドを上回る契約のうち、14億ポンド相当はこの司法判断が出た後に受注された。歳入関税庁との28億ポンド相当、金融行動監視機構との6億2930万ポンド相当、イギリス中央銀行との41万7586ポンド相当の契約が含まれているという。富士通がイギリスポストオフィスに提供した勘定系システム、ホライゾンにはバグが存在し、窓口で金額の不整合が生じたことで、郵便局長らが横領などの罪を着せられた。こういった状況でした。配当はこのように順調に伸びており、7期連続での増配中です。現在の利回りは 1.0% 前後となっています。こちらは1月31日の決算です。77% 減益。10月から12月期は赤字転落。24年3月期第3クォーター累計の連結最終利益は前年同期比 76.9% 減の260億円に大きく落ち込み、通期計画の2080億円に対する進捗率は 12.5% にとどまり、5年平均の 57.7% も下回った。10月から12月期、第3クォーターの連結最終損益は117億円の赤字に転落し、売上営業利益率は前年同期の 7.8% から 0.4% に急悪化した。こういった状態でした。通期計画が公表されていないため、進捗率については何とも言えない状態ですが、第3クォーターこのように減益が大きく、このままでは通期のコンセンサスの達成はかなり困難に見える数値です。決算発表の翌日、大幅な減益の発表でしたが、翌日の株価は陰線とはなったものの、プラス 1.2% の上げとなりました。直近3ヶ月の信用取引所今日は慢性的に空売りが多く、貸借倍率が1を切っている状態が続いています。このため、踏み上げになりやすい環境と言えます。本日の株価は 24,340円、出来高は83万株です。3年間の業績見通しは増収で増配の見通しとなっています。株価は割高で、配当も 1.05% で低い状態ですが、稼ぐ力は高めです。需給は非常に軽い状況となっています。テクニカルについては、パラボリックは上げて転倒、マックリーは不明確、RSI はやや買われすぎ、ボリンジャーバンドはバンド幅を再拡大して、プラス2シグマのバンドを置く状態でしたが、プラス1シグマに向かって推移してきています。いまいち方向性はわからない状態です。次に下げてる株、反転狙いの逆張り向けとして、伊藤園についてお話しいたします。こちらが11月からの伊藤園のチャートです。11月下旬からこのように下げ始め、年末年始は一時持ちこたえたものの、再び下げ始めて年初来安値を更新している最中です。伊藤園はご存知の通り、多いお茶で知られる茶葉、緑茶飲料で国内トップの企業です。他にタリーズバリスタコーヒーや野菜飲料、充実野菜、
ミネラルウォーターのエイビアンなどヒット商品を持っています。コーヒーショップタリーズコーヒーは全国で777店舗を展開しています。売上高と営業利益の推移は、売上はやや頭打ちですが、2022年から利益はこのように大きく伸びています。売上のセグメント構成は 89.8% がリーフドリンク関係、そして 8.2% が飲食関係。飲食も行っていますが、9割が茶葉飲料で、売上を立てている状態です。それぞれの、セグメントの推移は、このように飲料も飲食も売上は低迷している状態です。各国の売上セグメント構成は、日本が 88.6%、アメリカが 10.2%、アメリカでも事業を展開しており、売上の 10% を占めている状態です。配当はずっと40円で一定していましたが、2024年は2円増配し、42円になる見込みです。現在の利回りは 1.1% 前後となっています。こちらは3月1日に発表された決算です。5月から1月期、第3クォーター累計計上が 39% 増益、11月から1月期も 23% 増益、24年4月期、第3クォーター累計の連結計上利益は前年同期比 39.1% 増の229億円に拡大し、通期計画の242億円に対する進捗率は 95.0% に達し、5年平均の 75.4% も上回った。11月から1月期、第3クォーターの連結計上利益は前年同期比 23.2% 増の 48.9 億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の 4.5% から 4.5% とほぼ横ばいだった。こういった内容です。経常利益との進捗状況は、第1クォーターが 43.5%、第2クォーターが 74.7%、第3クォーターが 95.0%、非常に高進捗で進んでおり、この数値であれば、通期計画も通期コンセンサスも楽に達成できそうに見えます。決算発表の翌日、大幅な増益の発表でしたが、株価は窓を開けて下落し、マイナス 8.88% の下げとなりました。この下げについて出た記事がこちらです。3月4日13時51分、伊藤園、昨年来安値更新、5月から1月期、決算良好も材料を手尽くし、伊藤園が大幅安で年初来安値を更新した。先週末1日、取引終了後に発表した23年5月から24年1月期連結決算は、売上高が前年同期比 5.4% 増の3462億5100万円、営業利益が 37.1% 増の217億5800万円だった。良好な決算内容だったものの、材料出尽くしとの見方から、目先売りが先行する展開となっている。主力商品の多いお茶を含むリーフドリンク関連事業が伸びたほか、コーヒーチェーンタリーズコーヒーを運営する飲食関係事業も好調だった。通期の増収増益見通しは据え置いている。こういった状況でした。直近3ヶ月の信用取引状況を見ると、決算前から信用買いが増加しており、需給は
悪化していた状態です。しかし、1日の出来高が20万株ほどの銘柄ですので、この55万株ほどの信用買いの多さは結構重いかと思われます。本日の株価は3732円。出来高は73万株です。3年間の業績見通しは下げ株ですが、増収、増益で増配の見通しとなっています。株価は割高で、配当も 1.12% で低い状態です。稼ぐ力は標準的です。需給は重い状態となっています。テクニカルは一目均衡は分厚い雲が垂れ下がってきている状態です。パラボリックは下げで点灯。MACD は下げトレンド。RSI は20近辺で推移しています。ボリンジャー1とはバンド幅を拡大し、マイナス3シグマまで吹っ飛んでいましたが、マイナス2シグマに戻ってきている状態です。そろそろ下げ止まりそうに思えるチャートです。次に本日のバッド IR。本日はヒーローズについてお話しいたします。こちらが本日、引け後に発表されたヒーローズの決算です。今期最終を一点赤字に下方修正。ヒーローズは自社開発の人工知能、AI 技術を建設、金融など向けに提供する会社です。24年4月期、第3クォーター累計の連結最終損益は9億2100万円の赤字に赤字幅が拡大した。合わせて通期の同損益を従来予想の3000万円の黒字から9億3000万円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。11月から1月期、第3クォーターの連結最終損益は8億9100万円の赤字に赤字幅が拡大し、売上営業利益率は前年同期の 14.2% から 11.6% に低下した。こういった内容です。本日の株価は2191円。出来高は100万株です。この100万株の6割くらいですが、64万株の信用買い残がある状況です。1年の株価の動きは1月6日、去年の1月6日に931円ですので、ここら辺の位置です。一方、6月14日に2550円ですので、ここら辺の位置です。直近はあまり明確なトレンドがない状況で、でのバッド IR です。株価は割高で配当はなく、稼ぐ力も低い状態です。週明けに向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。